前回から迷ったら小さくて言ってましたね。はい、ここで、ちょっと斜めに入ってまっすぐ来てからちょっと左に曲がりますかね。はい、整備が左左というふうに移動してます。で、まっすぐまっすぐ行ってきましたね。で、ここから右に大きく回っていきます。ちょうど皆様から見て主が左側を向く感じですね。ここからもう少しすると、はい、右、右、右というふうに合図をしています。すごい音。はい、右に回って回っても、もう少しで、またまっすぐ行きなさいという合図になります。ゆっくりゆっくり、もうすぐ止まれって言いますので見ててください。はい、ちょっと修正、ちょっと修正。はい、最後に合わせて、はい、ストップ。結構ピンって止まるのね。先ほどご説明したチョークを入れまして OK になりますね。あとはパイロットがエンジン停止のシグナル今出しましたね。で、これでエンジンカットになります。最後のスイッチオフをして、これからちょうど目の前に見えるドアですね、057と書かれたところの右側、丸いの2つ目のところ、ここを開けますので、そこから降りてきます。運転手さんが降りてくるので、はい、降りてくるので、もっと前に行けるの。地上滑走でも何か異常がないか、当たったりへこんだりしないかと全部確認をします。2名いる場合は、2名それぞれやります。
通常、現金指導から、離陸前点検ですね、こういうことをしますよというのをご覧いただきたいと思います。はい、今ちょうど操縦席、2名乗り込みまして、皆さんご覧いただきます。左席が機長、右席が、副機長、コパイロットになりますね。ここの学生グループでは、学生左席で、しっかりと訓練をして、資格していきます。今ちょうど見えますかね、右席、副操縦士が実機数を読み上げて、左席が、発表しながら実施で、それを右席が発表しながら、なので、自分の受け止まがないように、行っています。実際みんなやってると手順全部覚えてるんですけど、覚えてるだけだと抜けてしまう可能性があるので、覚えていても、チェックしてます。今ちょうど整備員と半年ぐらいで勉強しましたね。こういう風に、声が聞こえなくてもお互い何しますよっていうのが分かるようになります。T400 はエンジンを回す際に、電源車ですね、これで電源を下に送って、で、モーターですね、これを回してエンジンを回していきます。ちょっと見づらいんですけど、垂直尾翼ですね、そこの点検を行っていますね。
位置にまず続いていきます。このディガーが右エンジンから下部分が出るようになります。はい、エンジン着火しました。これからアイドル回転まで徐々に上がっていきます。はい、今度は左にエンジンのスタートになります。ちょうど左の瞬間も出てくると思うんですが、はい、出てきましたね。Thank you.
ちゃくちゃ決めた。Thank you.